西武鉄道最後の電気機関車 E31 型、クリーム色に朱色の3本の帯、 E851 型を反転したような配色、台車は国鉄80系電車の廃車発生品を転用、車体の特徴は4つの大きな窓、車両輸送、工事車両の牽引、貨物輸送を担いました。現役期間は24年、1986年、87年に4両が製造され、2010年に全て廃車となりました。今は横座車両基地に保存されています。その役割を託し、今も堂々とした姿で西武鉄道の行く末を見守っているかのようでした。